ナミを航海士に迎えたルフィは本格的にグランドラインを目指すべくオレンジの街を後にした。航海の途上、新たな船と仲間を求めてルフィたちはシロップ村に上陸。そこで村の少年ウソップと出会う。ウソップは村一番の大ぼら吹きで村人をいつも騒がせていたが、両親を亡くした病弱な少女カヤをほら話で元気づける心優しい少年でもあった。意気投合したルフィとウソップが村外れの海岸で話していると、偶然カヤの執事クラハドールが海賊らしき男と不穏な相談をしているのを目撃する。執事クラハドールの正体は元海賊であり、カヤの両親が彼女に残した財産を奪おうと企んでいたのである。それで計画の準備はできているんだろうな。えらいことだ、えらいこと聞いちまった。あの執事はキャプテンクロー、カヤの財産をずっと狙ってやがったんだ。夜明けとともに村を襲え、村の民家も適度に襲い、あくまで事故を装い、カヤお嬢様を殺すんだ。聞いた通りだ、ウソップ君。君が何を聞こうとも私の計画に影響はない。クソクソ。みんな大変だ、海賊が攻めてくるぞ。またか、あのホラ吹き坊主。今日という今日は許さんぞ。師匠、信じてくれよ。本当にみんな殺されちまうんだ。とっ捕まえろ。くそくそ。俺は嘘つきだからよ、鼻から信じてもらえるわけなかったんだ。でも事実は事実、海賊は本当に来ちゃうんでしょ。間違いなくやってくる。でもみんなは嘘だと思ってる。明日もいつも通り平和な一日が来ると思ってる。だから俺はこの海岸で海賊どもをお迎え撃ち、この一件を嘘にする。それが嘘つきとして俺の通すべき筋ってもんだ。こんなわけもわからねえうちにみんなを殺されてたまるかよ。とんだお人よしだぜ。よし、俺たちも加勢する。言っとくけど宝は全部あたしのものよ。ね、お前ら。俺の名はキャプテンウソップ。死にたくなきゃさっさと引き返せ。あんなガキを踏みつぶして村へ進め。攻めてきたみてえだな。村には誰一人入らせねえぞ。来たかったらあっちだろ。船の宝が心配だわ。急がなきゃ。マリカ、誰だお前ら。なんで見つかったんだ。どうなら仕方ねえ。やつは本当だ。
俺のやり方で戦うだけだ。船の中に宝を見つけたぞ。400、いや500万ベリーはありそうだぜ。私の宝に手を出すんじゃないわよ。罠の準備は万端だ。あとは奴らを誘い込めば。おい野郎ども、こっちが村への近道みてえだぞ。これじゃ進めねえな。おい工作隊、爆弾を持ってこい。まずい、バリケードを壊されちまう。誰か爆弾を持ってるやつを倒してくれ。この船の宝は私のよ。一ベリーたりともあげないわ。これでもう少し時間を稼げるぞ。よし、敵はあっちだな。
定の時間は過ぎてるってのに。キャプテンクロー、なかなか計画が進まねえと思ったら、なんだこのざまは。もう少し待ってやる。それでこの場を片付けられねえようなら、てめえら一人残らず俺の手で殺してやる。ヤロども、村へ急げ。このままじゃキャプテンクロに殺されちまう。やっ、時間だ。こうしちゃいられねえ。別の道にもバリケードを作らねえと。心配すんな、お前らは一人残らず俺が潰してやる。ウソップ、あたしが時間稼いであげるから、この間にバリケードを作るのよ。よし、ここのバリケードは完成だ。次はあそこだな。見せてやるよ、三刀流の極意をな。よし、これで簡単には村に入れねえはずだ。こそこそ逃げ回って何を生きがっている。そういえばお前の親父も村を逃げ出した臆病者だったか。臆病者だと、てめえそれ以上親父をバカにするな。俺は親父
私が海賊であることを誇りに思ってる。勇敢な海の戦士であることを誇りに思ってる。俺はホラ吹きだがな、俺が海賊の血を引いているその誇りだけは偽るわけにはいかねえんだ。生意気な、今にその言葉を後悔させながら殺してやる。畜生、あの野郎バカにしやがって。ヤゾップだろ、お前の父ちゃん。お前なんでそれを知ってんだ。子供の頃に会ったことがあるんだ。お前と顔そっくりだからさ。今もきっと赤髪のシャンクスの船に乗ってるよ。そりゃお前大海賊じゃねえか。そんなすげえ船に乗ってんのか、うちの親父は。俺だっていつか親父みてえだ、勇敢な海の戦士になってやるんだ。よっ、しねえよな。どいつもこいつも俺の計画の邪魔をしやがって。時間だ、全員消してやる。かっこ悪い海賊団だな。お前がキャプテンで、たとえ何百人部下を従えようとウソップには勝てねえ。面白いことを言いやがる。何が勝てねえのか言ってみろ。器だよ。お前は本物の海賊を知らねえんだ。侮辱されたもんだ。ならば教えてやる、幾度となく視線を超えた海賊の恐ろしさを。あの構え、シャクシだ。シャクシを使う気だ。シャクシ！キャプテンクロー、やめてください！無駄だ！これは抜き足での無差別攻撃！あやつに本人も何切ってるか分かっちゃいねえんだ！出てこい、執事！お前は仲間を何だと思ってるんだ！さっさと計画を成功させるしか、俺たちが助かる道はねえ。お前ら、俺は特別な罠を仕掛けに行く。その間敵を近づけないでくれ。頼む。安いご用だ、キャプテン。キャプテンクロにはついていけねえ。どうせ殺されるなら、お前らに望みを託すぜ。クロをぶっ倒してくれ。
俺は村を守りに行く。ここを離れるが問題ねえよな。とりあえず私のやれることはやったわ。あとは任せる。この秘策が成功すれば村は守れる。頼んだぞ。仕掛け終わったぞ。あとは俺がおとりになって苦労。苦労、こっちに来やがれ。 お前はもう終わりだ。覚悟しろ。面白いこと言いやがる。おめえみてえな臆病者に何ができる。今だ。小賢しい真似を。やったぞ。でも、ちぎしょう、もう体が動かねえよ。笑わせてくれる。まあそこで倒れた方が安全だろうよ。立ち上がったところで所詮俺たちにはかなわねえんだ。叶わなくったって守るんだ。カヤも村のみんなも俺が守る。お前らを通すわけにはいかねえ。俺はいつも通り嘘をついただけなんだから。村ではいつも通りの一日が始まるだけなんだから。俺は勇敢な海の戦士になる男だ。村の者には指一本触れさせねえ。よっと。
どいつもこいつも黙って切られてりゃいいもの。ならないんじゃねえ、なれねえんだ、てめえごときにはな。よそ者のお前がなぜこの村のことに首を突っ込む。死なせたくない男がこの村にいるからだ。俺は疲れたのさ、海賊として名を上げることにな。海で名を上げることが怖くて海賊がやれるか。この殿の三刀流三脚混合キャノン。黙って切られてりゃいいものを。させるか。貴様、離れろ貴様。これでお前の3年の計画も完全に失敗だ。なんだと。このゴムの俺の計画は絶対に転ばない。名前を捨てて海から逃げるような海賊に俺が負けるか。俺はモンキー・ディ・ルフィ、海賊王になる男だ。海賊クロを倒したルフィたちは村を救ったお礼としてカヤから船を送られた。この村を出て本物の海賊になるんだ。元気でな。またどっかで会おう。なんで？あ、なんでって、愛想のねえ野郎だな。これから同じ海賊やるんだから、そのうち海で会ったり。何言ってんだよ、早く乗れよ。え、俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうな。バカ言え、俺がキャプテンだ。やった。